皆さんこんにちは、作曲家の近藤薫です。本日はですね、ギター弾き語りのまあレッスンなんですけども、もうもっともっと本当にギター買ったばかりですっていう方たち用にですね、ちょっとねコードの押さえ方みたいなのもですね、まあ、代表的なコードからちょっと難しいテンションコードまでですね、まあ、ちょっとシリーズにして、ちょっとレクチャーしようかななんていう動画になります。もうだいぶ弾けますよっていう方はですね、ちょっと参考にならないかもしれないので、本当の初心者の方だけ見ていただければいいなと思います。今日はですね、もうギター弾いたら最初に覚えるコードといっても過言ではない G というコードについて、多分ならない人はこういうところでつまずいてんじゃないのっていう話をしていきたいと思います。最後までよろしくお願いします。はい、G というコードです。 G というコードはですね、このタブ譜にもありますが、こういう押さえ方ですね。6弦の3フレット、5弦の2フレット、それから1弦の3フレットです。はい、ギターはですね、一番細い方から 1,2,3,4,5,6 と、数えます。細い方が1弦。で、このね、フレット、ここをですね、1,2,3,4,5 という数え方をするので、1弦の3フレットということは、一番下の1弦の1,2,3番目の弦が3フレットということになります。そんなわけでですね、G というのはですね、3本の指を使って押さえます。まあちょっとね、タブ譜、いろんなタブ譜を見ている方はですね、いろんな G にも押さえ方あるじゃないかっていうことを思うかもしれませんが、まあそれはですね、次の段階ということで、まず一番シンプルな G ということで、このフォームを覚えてください。はい、使う指はですね、6弦の3フレットがまず薬指、5弦の2フレットが中指ですね、中指。で、1弦がですね、小指で押さえてください。これたまに、6弦の3フレットが中指、5弦の2フレットが人差し指、で、3弦の1フレットを薬指っていうふうにね、まあ、押さえる方が、いると思うんですけども、まあもちろんね、なれば別にそれで正解なんですけども、こうじゃなくてですね、今日はですね、この小指で1弦を押さえるっていう方をですね、ちょっとね、教えられたらなと思います。なぜ、他の指じゃなくてこれがいいのかっていうことも、この先につながってくるので、今日はですね、この薬指、中指、それから小指の G を、初心者の方はマスターするようにしてください。はい。これはタブ譜を見て、まあ教え方といっても、こんなタブ譜を見てですね、一生懸命鳴るように、こう、一個一個鳴るように、確認するのが練習なんで、教える動画もクソもないんですけども、ただ、押さえてるのになんでなってくれないんだっていうふうに結構ね、思う初心者の方が多いと思います。その時に多分こうなってんじゃないのっていうのを、まず伝えますとですね、まずこの押さえた弦を、まあ、ちゃんと力も入れられるようになって、押さえて鳴っているのに、なんかパスっていう全部が鳴らないような、こんな感じになっている人はですね、この押さえる3本のこう主役の指がですね、他の弦に触ってしまっているってことが考えられます。例えばこの薬指、6弦の3フレットを押さえている薬指はですね、こう縦に入らずちょっとこう 寝てしまって、4弦が解放になるはずなのに、ここを押さえてしまっている、触ってしまっているですね、または3弦のここも触ってしまっている。で、せっかく押さえているのにこんなような感じになっている人が多いんじゃないかなと思います。そういう場合はですね、指が、縦にその弦だけを押さえているかってことをちゃんと、考えてみてください。確認してみてください。はい。特にこの薬指と中指ですね、ここが、縦に入らないっていう場合がございます。で、縦にどう考えても縦に入ってるのになんか、ならないんだという人はですね、こちら側のこの部分がですね、まあひょっとしたら2弦のどこかに触れているなんてこともちょっとこう巻きすぎちゃって2弦に触れちゃっているなんてこともね、ありますね。うん。で、小指の1弦の3フレットです。ここが
まあ、あの初心者の方はひょっとしたらなるのが一番難しいのかもしれないです。なぜかというと、まあ、小指がね先っぽなんでちょっとね強く押さえられなかったりとか、まあ、一弦なんで、まあ、こうテンションも高いのでちょっとね強みに押さえないとならないっていうことになるかなと思います。ここがならないのはですね、単純にちょっとまあこれも、横にして指のこう腹で押さえていると、実際見た感じ押さえているのに押さえきれてなくてこうパスパスなんて言ってしまうことも、あるかと思います。なので小指もですね、縦にしっかり入るように押さえてください、はい、この3本がしっかりなって他の弦を触ってないかっていうのを確認してください、こういうね使ってない指がなんかちょっとこうやって触れてしまったりとか、しているなんてこともあるかもしれないので、この辺のこの2本使ってない指も、邪魔をしていないで、この押さえている主役の指が他の弦を触ってないかっていうのがね、ポイントになると思います。とにかく縦に入れてください、うん、だから指の先がですね硬くなって痛くなるっていうぐらい、ギターはですね指の先がまあちょっとね最初硬くなってくるんですけども、縦に入れるようにしてください。ここまで意識ができたら、あとはですね、もう繰り返し繰り返し、押さえては鳴らして、なんで鳴ってないんだってことを考えては、まあ今伝えたようなことをですね、考えながら、繰り返し弾くっていう練習をやってみてください。はい、ではですね、なんで G のフォームがですね、小指で一弦の3フレットを押さえるスタイルがいいのかと言いますとですね、これ先ほど言ったみたいにね、人差し指とこう中指が5、6弦を押さえて、この薬指が3弦、あ、1弦の3フレットをね、鳴らせば指には力が入るから、こっちの G の方が鳴りやすいんだよっていう風に人もね、当然多いと思うんですよ。なぜこうじゃなくて、こっちの小指の方がいいかと言いますとですね、この人差し指がフリーになるというのがものすごく、今後、重要になります。なぜかというと、この人差し指がいろんな、ここでいろんな遊びをできるというか、フレーズを作りをできる指になるからですね、例えばまあよくあるサス4というね、みたいなアドナインスサス4なんていう、まあテンションをこの人差し指がいろいろこう触ることによって、同じ G をガシャガシャやってるだけでもこうメロディーになるたりするので、この人差し指を遊ばせておくのがいいかなと思っています。はい、同じね G のレオコードでも、2弦の3フレットもね押さえてしまう、まあ、こういうのもねよく見ると思いますし、僕の過去の動画でも、まあ、これで押さえてることが多いと思うんですけども、まあ、これも G なので、要は次にどういうコードに行きたいのかとか、その楽曲がどういう響きを求めてるかによって、その同じ G でもねフォームを決めたらいいとは思うんですけども、まず初心者の方はですね、今日をお伝えしたこの G を覚えるようにしてください。はい、今日はですね超初心者の方にちょっとコードの押さえ方というのをですねちょっとお話ししてみました。他のね C とか Am とか E とか、まあ、いろんなコードがあって、まあ、考え方的にはですね今日言ったことと全部同じなんですけども、まあ一個ずつねちょっとこう動画を作れたらいいなと思っておりますので、またぜひご覧になってください。はい、以上近藤カルでした。ありがとうございました。